大学教授が怖いです。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は質問いただきました。くるみさん、大学の教授が怖いです。メールを送るのも何度も読み返しますし、返信が来るまでドキドキしてしまいます。私のストレス耐性の低さが問題なのでしょうか。そんなことないと思いますね。誰でも怖いんじゃないでしょうかね。大学教授ってなるとなんかやっぱ偉そうだし、まあ実際に偉いのかどうかわからないですけど、少なくとも知識とか経験の量でいうと半端ないものをねやっぱ持っているので大学教授をしているという、それなりに威厳もあるし威圧感もあるよね、それはね。ということで、まあそんなよっぽどフレンドリーな大学教授もそんなにいないと思うんで、大学教授が怖いというふうに思うのはごく普通のことなんじゃないかなというふうに思います。じゃあどうしたらいいのかっていう話なんですけど、別に大学教授と仲良くならなくてもいいんじゃないですかっていうふうに思いますよね。今の教授から、まあ、ゼミか何か分かりませんけど、そういう指導を受けていて勉強を教えていただいているということなので、一例を持ってですね、一定の距離感を持って接していけばいいと思いますので、まあ、怖いとか怖くないとかあんまり関係なしに勉強を教えていただく、指導していただくということでいいと思います。 if の念っていうのは基本的には心理学でいうと、これもうリスペクトの領域に入ってくるんですよ。尊敬するっていうものの非常に強い形が if です。 if の念っていうのはね、リスペクトがすごく強い、だからそういう権威がものすごく強い人になっちゃうと、逆にリスペクトが大きすぎてこう押しつぶされるような感じになるっていうのが if の念ですね。だからこの方の場合はその怖いですっていうのは、そういう嫌いだからとか嫌だから怖いっていうんじゃなくて、そういうリスペクトの念の強いバージョンっていうふうに私は思ったんですね。だからそういう意味で言うと、基本リスペクトしてすごい教授の元のゼミに入ったりね、指導を受けてるということだと思うので、それはそれで素晴らしいことだと思いますので、引き続き頑張ってねやっていけばいいということなので、 if の念を持ってる、敬意の念を持ってる、リスペクトの念を持って接しているということなんです。決して悪いことじゃないというふうに思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。